まさかあのリヴァイ兵士長が合同訓練を監督してくれるなんて。いいとこ見せねえと。あの人に認められれば早く昇格できるかもしれねえ。壁内全土から集められてるから知らない顔が多いね。ったくあいつらの運気だな。こう焦って変な動きでもされたら連携取れねえぞ。邪魔しないでよね、私の獲物よ。うるせえ、手柄は俺のもんだ。訓練は中止だ。しかし訓練はまだ始まってすら。全員解散しろ。リヴァイ兵長は勝手だ。訓練を任されたからには最後までやり通す義務がある。多分僕たちが兵長にいいところを見せようとして協調性のないことばかり言ってたから呆れちゃったんだよ。兵長は壁の外の怖さを知ってる人だ。だからこそ僕たちの様子に失望したんじゃないかな。まあここで話していても仕方ねえよ。とりあえず今日はもう兵舎に戻ろうぜ。お前か。なんだ、さっさと帰る。そりゃ残念だったな。恨むならお前の同期とも恨んでおけ。もしかするとお前やエレンには技術や戦術よりも先に指導してやるべきことがあるのかもしれねえだ。安心しろ、エルヴィンの命令である以上指導は続ける。次は壁外任務に連れて行く。巨人の殺し方を教えてやる。いよいよだな。緊張してきたぞ。今回の任務さえうまくいけば我々の立てた仮説を実証できる材料が揃う。ああ、これは私たちの研究をみんなに認めさせるいい機会だ。しかし、よかったのかい？今回の任務はこの間の捕獲任務よりさらに難しい。およそ新兵向けとは言えない。一歩間違えば巨人に食べられてしまうかもしれない。部下をつけることもできないし、辞めるなら今のうちだよ。あ、その通りだ。ここまで来たらもうやるしかないよね。さて、出撃まではまだ時間がありそうだな。せっかくだし改めて巨人研究の意義を君に伝えておこう。調査兵団は巨人に奪われた自由を取り戻すため、そして人類をこの恐怖から解放するために戦い続けている。しかし巨人との戦いにはどうしたって犠牲がつきまとう。これまでも数えきれないほど多くの仲間が死んでいった。人類のために命を捧げた同志たちに報いる方法は巨人に勝利すること、ただそれだけだ。だからこそ私たちは巨人の研究をする。巨人に勝つために、仲間たちに報いるために。だから、そうだね。よーし、腕が鳴るってもんだよ。さあ、そろそろ戦闘準備に移ろう。やってやろうじゃないか、二人とも。やった、負けないぞ。やっ、頼んだよ。
んだ。ぜひお礼を言わなきゃと思ってね。君のおかげで任務は大成功だよ。私たちのやってきた研究がようやく実証されたんだ。これはきっと人類にとっての大きな一歩となるはずだ。私たちだけでは挙げられなかった成果だよ。ああ、それもこれも君の協力があってこそだ。しかし、君の努力や根性には驚かされっぱなしだったよ。リヴァイたちには無理させすぎだって何度も怒られたけど、君はしっかりついてきてくれた。心から敬意を表するよ。調査兵団はこれからも厳しい戦いに臨むことになるだろう。いや、これまでよりももっと厳しい戦いになるかもしれない。君にはどうかこれからも調査兵団に力を貸してほしい。その力はもうこの兵団にはなくてはならないものだ。ありがとう。やっぱり私の目に狂いはなかったね。私も全力で君をサポートするつもりだ。何かあったら気楽に言ってほしいな。さて、そろそろ次の実験の作戦会議と行こうか。一緒に来てくれるかい？まったく可愛げのない女子だな。よし、まだ見ぬ巨人たち、待っててくれよ。今日も来たようだな。ついてこい。今日は出かける。エレンに教えるべきこととお前に教えるべきことは違うからな。何か不満でもあるってのか。とりあえずは街中へ出るぞ。あいにくあまり愉快な用事じゃねえがな。近いうちにお前にも一人であれをやってもらうことになる。覚悟しておけ。本来なら長官の役割だが、これはエルヴィンの判断でもある。分かったならいい。リヴァイ兵士長か。お前も遺族の元を回っていたのだな。そっちも訓練兵の遺族を回っていたようだな。お互い大変なことだ。貴様には兵士の家族の元に遺品を届けることの意味がわかるか。その通りだ。これを無意識に理解しているからこそお前はこの役目を与えられたのだろうな。これは部下や仲間の命を預かった者としての使命だ。しかしそれだけではなく、公に心臓を捧げた兵士として、その死がどれだけあっけないものだったとしても、それは残された人間に可能な限り記憶されるべきものなのだ。彼らの死を意味のあるものにするためにもな。ともすると、奴やエルヴィンは貴様にそれを伝えようとしていたのかもしれん。